今日はどんな景色が待ってるかな。あ、気持ちいい。桜島綺麗。あ、綺麗に見えるね今日。ね。今日の朝ごはん。大量のトマト。うん、AZ で買ったさつまいも朝ごはんにいただきます。本当は昨日のつまみにするつもりなのに忘れてた。忘れてたね。めちゃ美味しい。これは絶対に昨日のつまみで食べるべきだった。ビール欲しい。うん、うん、ね、なんかロバタ焼きで炙ったりしても美味しそうだね。うん、確かに。風通しいいところじゃん。屋外。自分でも言いながら何か違うぞと思って。暑い。え、みんなこんな暑いのに入ってんの。暑い。暑い。暑いね。運営が今向こう側に行ってるのが見える。昨日こっちに来て。じゃあ出発。鹿児島の最南端に向けて。おー、すごい。あ、本当だ。よく見えるね、なんかこう、今日最終日だから混んでると思ったのに全然していなかったね。びっくり。めっちゃ空いてるって思ったけど中めっちゃ混んでた。私たちは洗濯乾燥の無料化を目指します。素晴らしい取り組みだと思います。スマホ決済すると無料らしいね。おお、0円マジ。すごいね。ずっと続けてほしいです。ねー、すごいおしはず。ねー、私もです。始まった。あ、入れなきゃ入れなきゃ入れなきゃ。稼働状況で残り時間を見ることができます。便利です。じゃあ30分間ご飯でも食べに行こう。うん、ということで来ました、垂水名物十五郎そば。おそば、おそば、おそば来ました。なんか自然薯を使ってるんだって、なんかこうなんかボソボソしてるのか。うんね、そんな感じ。そばがちょっと新感覚で表せない、ボソボソしてる。なんかタレも柚子がピリって、あ、へー、味が効いててめっちゃ爽やかです。うん、よいしょ。終わったね。した、うん、間違いないよ。そうだね。すごい、すごい、すごい。おー、回収しました。すごい、マジで嬉しい。終わりました。できた、できた、できたね。無料だったね、本当に。めっちゃ嬉しいね。すごすぎる。もう一回1000円くらいかかるじゃん、洗濯乾燥で。本当に大きい、大きいよ、大きい節約。ありがたい。やった。綺麗、綺麗だよね。あの富士山みたいなやつなんだ。三角って感じの山だね。ね、鈴木の島とはまた違う。あれなんとか富士って言われてるやつな気がするな。へえ。あ、開聞岳だ。ああ。開聞岳が見えてる気がする。へえ。
そんな遠くまで見えてんの、すごい。結構遠いの？おぉ。ちょっと反応ちょうだい。いや、ほんとかなと思って。買い物だけな気がするけど、遠すぎてほんとかなっていう。やっぱあれ、買い物だけな気がする。めっちゃとんがってる。うん。わあ、天気いいから向こうの方まで見えるね、うん、ちょっとダサい手元を撮ってるちょっとちょいダサだけど、まあなんかいいやと綺麗そうだね、うん、めちゃくちゃ綺麗、綺麗うわ、南国の香りがするねサイナンタン、佐田岬到着すっごいでっかいガジュマルだ、ね、もののけ姫だね、この世界観はね、どうなってんだろう、真ん中あっちの展望台の方行ってみる、行ってみよう、最南端日本じゃないみたい、綺麗、はい、左、はい、チーズ、はい、チーズ、佐田岬到着、イエーイ、エクシビションアメイジング、とても美しい。So you have a YouTube channel. Oh, you have a YouTube channel? I'll follow you. Already? Thank you. Thank you. Thank you. Chiki chiki van van. Wait, so that's your van? Yes. And you built it yourself? Yes, we DIY. DIY. Yeah. DIY. Wow, that's really cool. Can I see it? Ah, okay.時間間に合わない説しか想定してなかった。ありがとうございます。え、そこも何？子供が入ってるのみんな、うん、え、あ、キャンプができる公園なんだって。え、炊事とトイレもあるらしいよ。普通に車中泊してっか、ここで。そうしよう。市場もあるので、うん、今日の夜ご飯を買います。お腹すいた。お腹すいたね。売り切れちゃってるかな。餃子焼く？あ、あり、いいじゃん。じゃーん、餃子、今夜は餃子です。餃子パーリー。はい、このね、隣の港公園でキャンプができるっていうレビューを見て、うん、私たちはここで車中泊できると思い込んだんだけど、うん、なんとお店の人に聞いたら基本的にはキャンプできないということでした。期間限定でキャンプできたりもするみたいです、ね、なので普通に道の駅に行きます。はい、
うわ、いいやん、すごい。トイレ右にもあるっぽい、うん、道の駅ねじめに到着しました。はい、すごいよ、夕日ね。うわいいね、いい景色、めっちゃいい、逆光だけどめっちゃいい、超綺麗に見えてる、ほんとだ。これはこれでフェリー乗れなくてよかったかもしれない。うん、ほんとそうだ ね。この景色はこっからじゃないと見えないね。すごい綺麗すぎる、すごいな、ねえ。波の音を聞きながら晩御飯の準備をしましょう。はい、今夜は黒豚餃子。おー、いそう、絶対美味しい、鹿児島の黒豚だもんね。ねー、これ、うん、じゃないかな。 OK、 ご飯炊けました。あとは15分間蒸します。その間に餃子を焼きます。片栗粉なかった、羽根付きできない、羽根欲しかったね、羽根付きがいいよ、羽付きがいいよ、キモ、羽根欲しすぎでしょ羽根付きが美味しいじゃん小麦粉は本当に代用できないかな、ちょっと一旦調べてみるね。どうぞ。どちらでも OK、 小麦粉はサクサクからね、片栗粉はパリパリ固めの羽根になる。そうなんだ、やってみるか、じゃあ。うん、やってみるか。イエーイ喜びすぎでしょやったごま油入れまーす、うん、あれ、まだかいいね、いい、あ、いつの間にかに外が真っ暗になってる。え、ほんとだ夕日、夕日どこ。あー、おお、上手、大盛り、やったー、よいしょ、おー、いいね、最高です。今日は何飲む、そして何飲もう、ここにもうね、並べてるよ。おー、すごい、いっぱいあるめっちゃいいじゃん。でもね、今日炭酸水が見つかんなくて。そうだよね、ちょっと邪道なんだけど、うん、コカ・コーラ割りとレモンスカッシュ割りをしてあと水割りもある。確かに、これにしよう、これにしよう。ちょっとちっちゃいねちっちゃいね、ひよったわ、ひよりました。ご飯、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 じゃあそれぞれ、それぞれ選んだやつまた氷買い忘れたね。あーねー、ほんとに最初はストレート、ちっちゃい、かわいい、かわいいいただきます。あ、そして乾杯、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 乾杯。うん、あ、うん、おいしい、芋が香る、うん、フルーティーさせて、うん、お箸がないのでフォークでいただきますなくしたねえ、なんでだろう、うん、うん、うん、やばい、ちゃんとサクサクになってる、嬉しい、よかったよかった、うん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 、鑑賞会してみる、うん、感中の、うん、お、いいね、いいね、いいね、うん、普通に美味しい、コークハイって感じ。あー、だよね、
やばい、とったびが、とったびがちょっとプレミアム配信してる。え、見たい見たい。日本一周今日なんだ。これ飲みたい。これ、交換しよう。あ、やばい。ねえ、なんかすごいさ、存在感すごいんだよ。すごいよね、これ。最高、ドン。短い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 短ドドン、黒イサ認識が有名らしい。なんかね、6対4で割ってくださいって言われたけど、なんか違いそうだね。それじゃないか、これじゃないかはすごい。キビナコがめっちゃうまいです。そう、キビナコ最高。まだ食べてないよ。煮干しよりちっちゃくてね、歯ごたえよし。キビナコいいね。めっちゃ飲みやすい。口当たりがすっきり。だけどちゃんとしっかり後から芋の香りが風味がふわってきます。なるほどです。美味しいです。うん、美味しい。でも酔っ払うと何が何だか分かんなくなってくる。にぃそれにぃやばいね、今日はなんかはかどるね。はかどる。もう結構飲んだ気がする。マジっすか、はい、配線自分でしたんですか。すごいっすね。びっくりした。めっちゃびっくりしたね。そのトイレに行って、トイレ行ったじゃん、で私が先に入って、で出て、外のベンチとかで待ってたらさ、隣にトナが来たなって思って、でパッて見たら警察でやばいことやらかしてるかと思って、ちょっとこう背向けて座ったんだけど、パッて見たら歩いてきてね。こんにちはーって、あの車ですかーって言われて、あ、そうですー、え、なんかありますかーって言って、いやー、キャンピングカー、頭から来たんですかー、すごいですねーみたいな。へー、めっちゃ焦った。私もさ、なんか普通にトイレから出てさ、よし、温泉行くかーって思いながら、千葉の方に近づいてったら、警察の2人になんか職質受けてて、いや、よかった、職質されなくてって言ったじゃん。その後にさ、いや、これ職質ですよって言われて、職質を受けてしまいました。マジかな。じゃあ、温泉行きますか。行きましょう。いやー、焦った。やってきました、リベンジ。今日こそ乗れるのでしょうか。いいよいいよってサインされてる。やったー。はい、ありがとうございます。あ、今日大丈夫ですか。はい、よかったです。お二人です。はい、二人です。ありがとうございます。中にチケットお届けください。あ、わかりました。はい、よかったね、今日は行けた。ね、同じおじさんだったね。覚えてくれてたね。ニコニコしてたもん。よいしょ、ねじめっこに来ました。5200円だった。あ、安いじゃん。車両に運転手1人分含まれてたから。なるほど。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。出発します。はい、お願いします。ということで、大隅半島と薩摩半島の端っこを結ぶフェリー南急に乗ります。はい、車両、ガンバリーを見てください。
美容好きか、なんか陸から行かないと全然実感湧かないね。